さて皆様改めて大丈夫です。今日もねサマーレッスンをヤギマレッスンしましょうか。でなんかね毎回なんか気づきがあるよねこのゲームやると。まあそこにケトルとかあるじゃん。ね、あ俺んちも持ってるよ白色だけどケトル。犬もあるか。すげえよ俺も。この世界はいいなぁ。いいとこだなぁ、ほんと。時間はいつも一緒だなぁ。2時間ぐらい行けた、ここに。お、なんか入ってるの、海も。ん？日本エリアの外なの分かるけど、何入ってんの？立てるよ。お？え、すごい。え、こんな立てんの？マジで？俺も立って喋ってるんですけど、中腰なんですけどね、もう。完全立つとプレイエリアの外出ちゃう。あ、出ない。出ちゃった。中腰ぐらいだったら全然大丈夫で、下もやっぱ覗けるんですね。ここまでここまでか、ここまでここまで低くできるんですよ、僕ね。あっじゃあやったらすげえな、これもっとカバーのとこ乗り出してこっちの方行ったりとかこっちの方行って、すげえ机にガンガン当たってるもんね、さっきから可動範囲意外とあるな、これで、また生徒のプロフィール見ましょうか。でブイーンで近づいてみることができる。ねえ、この子もかわ、このちっちゃいのもかわいいよね、なんか。はあ、だいぶ賢くなってきましたね、ひらめきがある。でも心が豊かじゃないから、ダメだよ、豊かになってもらわないと。心鍛えよう、今日は。今日はね、読み解きをしっかりして、心をね、鍛えていただきましょうか。心大事だからね、みんな。だって、でも待って、みんな、俺、あれなんだよね、このゲームとして考えちゃうけど、何かに特化させるべきなんだよね、ゲームとして考えるんだったら。頭の回転がよくさせまくるってのもいいかもしれない。でもいいや、今日は俺ちゃんとしっかりとね、いい子に育ってほしいから俺。いい子に育ってほしい。親の気持ちで今日もプレイしたいと思います。パパって言うよ、俺のことは。しっかり頑張ろうな。さあ、十字。よーい。これ慣れないな。先生、おはよう。おはよう。じゃあ始めよっか。うん、頑張ってね今日も。いつもお前制服だな。いいんだよ私服で。あ、そうだ、クリア後に服変わったりとかいろいろ服変わるんだよね。ねえ、今日はじっくりとこの子観察してみましょう。ね、耳いいですね。あ、耳見てたらプレイエリア横顔、ね、横顔リアル帰ってこれなのかもしんない。あの暴走がいつも気になるんだよね。近いよね、こっち見てみた、この距離。これこの距離でいます？知らない人って、それ何のそのバンド。もう完全俺手掴もうとした今俺。マイク掴んだわ今。びっくりしたわ俺。やばい、帰ってマジ大変だこのゲーム。さて、今回はあれだな、素早く反復とか心を豊かにするってことはアドバイスもいらないんだよ。自分で気づかないと意味がないんだよね。心を豊かにする本を読むっていうのは、読んで気づいてね、心情を理解するっていうのが大事です。あ、でも俺この髪型ってね、やっぱクラスのアイドルだよね。本当スポーティーガールみたいな、結構好きだよ、スポーツマン女子ね。いいね。レッスンってこうやってずっと見てるだけのゲームなのかな、もしかしたら。見よう。ドキマキするな。どこまで正面立ってみる？正面。でもなんかガンとぶつかったんだけど今なんかね。ほら、完全俺手当たってる。ほら、これ完全当たってるよ今。ね、俺何ぶつかってんだこれさっきから。マイクだ。ガンでぶつかってんだけど。見といてもらいましょう。また落としたの？ねえ、落とす。やばいよ、落とす。やばい、だから前ネクタイとかタイがバラ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 って言ったと今。ねえ、ちょっとドキドキするのお前。そんな表情によってテヘペロみたいな顔すんなって。びっくりした。そろそろ休憩だね。さあ、結構前のめりになってたね。これが普通の姿勢ですね、僕の。椅子にもたれかかったら押します今日も。はい。
大変よくできました。いや、よくできたわ。どうしたの？どうもしてないよ。喋れる？喋りたいことあるか？レッスンについて、体調について、学校について。特に何も語ることは俺はないの。ゴミ箱で何してるのお前。何あれ、みんなあの緑の見るの見れる。めっちゃ気になる。何しててんのお前。で立ってみたぞ俺。これやばくない、このアングル。いろいろとプレイエリアの外ですって怒られちゃうもん、ほら。で、どこ見てるかちょっと皆さん分かんないと思うんですけど、今僕がどこを見てるか。ね。失礼いたしました。それではレッスンについて話しましょうか。どうだ俺のレッスンは。興味ない。スマホいじり出したぞお前。何？そうか、途中で選択されずに行っちゃったんだね。スマホ見せてくんない？いや別のこと話す。いやレッスンについて聞いてよ。レッスン、俺のレッスンはどうだ。勉強の質問ある？レッスンでわかんないことはだいたいその場で聞けてるから多分大丈夫なんだけど。いい子だね。本番までに全部覚えきれるか。もしや1週間でちょっときついよね、勉強するのね。もうあと1週間延長しない？1ヶ月でもいいよ。1年でもいいよ。結構休憩しちゃったね。この後どうしよっか。勉強頑張ろう。さあ休憩中のこと。おい、なんかまたイベント始まっちゃった。ドキドキする。何そういえば携帯でも音楽って聴けるんだね。そうだね、刺してる。でね、お母さんに頼んで好きな曲1曲だけ入れてもらったんだ。あら、可愛らしい学生っぽい。先生も聞いてみてよ。え、ちょっと動かないでね。動かない。そのままね。よかった。近い。やばいこれ、やばい。変な汗がやばい。止まんねえ。ちょっと待って、ゾワゾワする体が。これ何？We miss our own face in the sea of thought like a maze. No praise or blame, yet we're sometimes trapped in a daze. With countless blisters walking on an uneven floor, we've got to go through before the despair shuts the door. わくまだな。半端ねえな、俺もうとんでもねえ顔してるから近いんだろお前。今日はこんな感じかな。またね、バイバイ先生。魔のゲームだこれは。大変なことになる。俺というイメージをぶっ壊されてしまう。危険だこれ。なあ。それで今日はいい感じで、ああもうすごい成長しちゃった今日。心豊かになっちゃったね。見抜く力と豊かさがすごい上がった。はい、レッスンに集中してあまり話せなかったね。話の種も獲得です。お、なんか100になったね。やる気かなこれ、なんでしょう。